どうすりゃいいんだ。動かないでください。私が対応します。ひどい吹雪ですね。私たちは日本から来た旅行者です。ついさっきここに到着して、今から向こうのカフェに移動するところです。1時間も前からいたんですか？あ、いえ、待ち合わせをしていて。そうちゃん、やべえ。どのくらいやばい？今はできるだけやばくない方がいいよ。おじさんの腰んとこ、銃がある。そうだね。もう一個やばいやつまだあるんだ。めっちゃトイレ行きたい。我慢しようか、玉木くん。俺も行きたい。漏らせよ。すぐに凍る。ありえない発想だ。御堂さんは育ちがいいから。撃たれて死ぬよりマシかもな、玉木。いざとなったら。嘘だろ。大丈夫、誰にも言わない。春も、いざとなったら。嫌だよ、絶対こいつ学校で言うもん。言わない、絶対言わない。男の約束。本当？おう。おい、アイドルの会話じゃないぞ。黙ってください。無駄話はしないで。なんでお兄さんばっか怒られるんだ。悪人顔だから。あ！ミツ、静かに。あの車！え？ナギだ！ナギがいる！マジで？どこ？あの車の後部座席、ほら！泉さん、動かないで！ナギだ！見間違うはずない！やっと会えた！夏目、そのおじさんに話してくれ。ナギの友達だって、ナギに会いに来たんだって。納得していただけるか難しいです。私たちは今、怪しまれています。なんで？
頭の上に手を置いてください。ゆっくりと壁の方を向いて、余計なことは言わないで。マジか。トイレは。もう少し我慢して。時間がかかっていますね。様子を見てまいります。気をつけて。懐かしい声が聞こえた気がした。手を下ろしていいそうです。びっくりした。なんか事件でもあったのか。通りすがっただけでこれはやりすぎだろう。警備を強化されているそうです。悪天候の中1時間も会場を監視していたので不審に思ったと。ナギ！ミツ、待て！泉さん、走らないで！まだ警戒が解けたばかり。銃出した！おい、やばいぞ！美月さん！ミッキー！ミツ！ミツキー！殿下、姿勢を低くして。何があった？不審者が駆け寄ってきます。小柄だ、子供かもしれない。よせ、銃を出すな。頭を下げて。殿下、社外に出ないでください。ナギ殿下。